現在は釣りが禁止になっていて、外来種の放流も禁止になっていますが、かつては有名釣り場だった寺部池というフィールドがあります。ここでは心霊の噂があり、具体的には池の水面に女性が浮かんで立っている、木の間から血まみれの女性が覗く、誰もいないのに対岸から子供の声が聞こえるというものです。この池は心霊の噂によってテレビでも数回取り上げられたそうです。釣りが禁止になっているということで、バー漁するなど地元の方にご迷惑がかからないと判断して、今回はこの寺部池の3つの心霊現象の噂を追求してみたいと思います。まず私は寺部池のある豊田市へ向かいました。そして池に行く前に郷土資料館へ足を運びました。ここには豊田市史をはじめとして古くから歴史がわかる文献がたくさんあります。事前に撮影許可をいただき、池について調べました。例えば寺部池を作った際に人柱になった方がいたとか、洪水などの事故で人が多く亡くなったなど、人の死にまつわるエピソードがあれば、それが噂の発生源になるのではないかと思ったのです。しかしそのような出来事や事件や事故は見られませんでした。次に私はさらにピンポイントに調べるために豊田市中央図書館へ行きました。ここでは内部の撮影許可がおりませんでしたが、寺部池由来というかなり今回の調査にとってありがたい存在である資料がありました。まず分かったことは、1878年に着工、1884年に完成したということです。これは明治時代なので、人柱の風習はかなり少なくなっている時代であり、ますますそのような事例はなさそうです。そして例の噂についてこの資料に言及されています。まず今回調査しているものとは違い、子供たちが想像した寺部池の幽霊として載っているイラストは男性です。根拠としては池で作業をする池盛りと見間違えたのではないかという推測があります。ただ池の水面に浮かぶ女性や木の間から見える血まみれの顔、そして子供の声とはかけ離れすぎています。ですからこれが答えだとはどうしても思えません。ということで私は何か分かることがあるかもしれないと思い、池へ向かいました。池の周りの森は自然観察の森として管理されており、ネイチャーセンターという立派な建物があります。駐車場も完備されており、安心して調査することができます。この自然観察の森には寺部池の他にも2つ池があります。ということで心霊の噂がない上池に向かい、寺部池との違いを見てみることにしました。この森は虫1匹落ち葉1枚採集することは禁止の徹底ぶりで、自然が守られています。そのため常に鳥の声が聞かれ、運が良ければムササビなども見られるそうです。実際に上池について調査してみると、すぐ横は大きな道路で民家も近く、心霊の噂が出るような雰囲気は感じられません。この池にたどり着く途中に鉄塔がありましたが、大きな地盤の歪みなども感じませんでした。この上池の特徴が分かったところで、ついに寺部池へ向かいます。ちなみに上池からネイチャーセンターまでは森の山道を通ると1時間くらいの行程になり、想像していたより時間のかかる調査となりました。ただ横の道を通ってすぐにたどり着くよりも、より寺部池との環境の違いを確かめることができるはずです。寺部池はネイチャーセンターからの距離が近く、行程は短いです。ただ森が鬱蒼としていて、明らかに暗く感じます。そんな工程を経て寺部池にたどり着きました。上池とは違い、大通りとの間に深い森があり、横を走る側道も木に覆われています。
先に紹介した資料寺部池由来にも、その池は昼間でも人影はほとんどなく、小高い木々に囲まれてよどんだような濃い緑色の水をたたえていますとか、一人で池のほとりに座っているとなんだか背中のあたりが寒くなってくるような水の色やあたりの風景ですという文章があります。科学的に心霊の噂が出る条件の一つである薄暗い場所があり、さらに人に不安を与える上池とは全く違う雰囲気を感じます。この池のほとりには祠があり、ここにも池の着工と完成の年が刻んであります。この石碑は犠牲者が出た記録とか慰霊碑とかではありませんが、この風景の中に古い祠があるというのも怖い印象を与える要因になっているのかもしれません。資料に載っているような古くからの霊の噂とこの雰囲気の中で何かきっかけがあれば霊だと思ってしまうのもうなずけます。ということで、まず子どもの声について考えてみましょう。私は1990年代にアメリカのダムでささやきの壁と呼ばれる場所に行ったことがあります。半円形のコンクリートの壁の対岸で話している声がこちら側に伝わって、すぐそこで話しているかのように聞こえる現象が起きます。この雰囲気でそれに近いことが起こったらと想像してみましたが、コンクリートの壁は円形になっていませんし、対岸は自然護岸なのでそれはなさそうです。さらに主要道路からも遠く、近くに低周波を発生させる要素がないので、池そのものが不快感を与える音や振動を発生させているのかもしれないと考えましたが、水門から常に水が流れているわけでもありませんし、水路にも水がなく音を出し続けているという要素はないです。資料館で見た池の構造をチェックしてみても、これらの霊の仕業だと脳を刺激して思わせたり誤解を招くような現象を起こすような要素はなさそうです。次に私は側道に沿って池の周りを調査してみました。その際に外来種の移入を厳しく制限しているはずなのに牛ガエルが鳴いているのを聞きました。木に反響して雨群のような平地の街中で聞くのとは違った印象を受けます。さらに奥に進むと別のカエルのような鳴き声がありました。音声を取ってありますので皆様もお聞きください。聞き慣れたカエルなどの声ならいつもと違う響きでも理解できますが、もし聞き慣れない動物の声が聞こえたら全く別の受け取り方をするでしょう。例えばでんでん丸の店舗の近くにチャボを飼っている小屋があります。鶏のような分かりやすい鳴き声の時はいいのですが、口ごもるようなうなるような声を出した時に初めてそれを聞いた方は一様に驚かれます。この森には先に紹介したムササビの他にイノシシやタヌキ、テンやイタチ、ニホンカモシカ、外来種のハクビシンやアライグマもいます。普段から野生動物の声を聞き慣れている人ならいいのですが、この雰囲気と反響する環境で聞き慣れない動物の声を聞いたら人の声と勘違いしてしまうかもしれません。そのように推測した根拠が2つあります。まず1つ目は、自然観察の森から少し離れるとかなり都会になります。距離的には身近であるはずの場所から訪れて得体の知れない声を反響する自然の演出で聞くことにより誤解してしまうのではないかと考えたこと、もう一つは上池より哺乳類が多いのではないかと思いました。その理由としては、まず上池の森では見なかったセンチコガネを複数見たこと、そして哺乳類の足跡や掘ったような跡、糞の形跡が明らかに多いことです。森が深いからか鳥の種類も多く感じました。フクロウなどの猛禽類や変わった鳴き声の鳥の声を誤解することも大いに考えられます。そして隙間から覗く顔も哺乳類を誤解したものと考えられます。この動画はあるお客様にいただいたカモシカの映像です。この方はよく見る地域の方なので冷静に撮影していらっしゃいますが、普段都市部に暮らしていて薄暗い雰囲気や噂を聞いていて、なんとなく怖い心持ちでこのような生き物が木の隙間から覗いていたら霊だと思ってしまうかもしれません。ちなみにもう一つある池、鏡池は自然観察の森からもたどり着くことができませんし、
前にある道からそのまま行くこともできず、上にある別の道から行く必要がありますので、根本的に人が訪れる確率や回数が少ないというのが、この同じような環境にありながら例の噂がない理由だと考えられます。このように3つの噂のうち2つは推測することができたのですが、どうしてももう1つの池に浮かぶ女性の例が分かりません。人柱などの文化も考えられないので、女性の霊を連想させるストーリーも思い浮かびませんし、池森の方を勘違いした噂が広がったものだったら男性になるはずです。資料によると、あるテレビ番組では霊能者が一向一揆の霊と言ったそうですが、明治に作られた池ではそれも考えられません。ここまで根拠がないと、やはり本当に女性の霊が現れるとしか考えられません。そして何か映らないか、いろいろな角度から池を撮影したり、調査中に長時間にわたってウェアラブルカメラを仕掛けておきましたが、女性の霊を捉えることはできませんでした。池の水面に浮かぶ女性については、元となるストーリーや出来事、事件や事故を見つけることができず、誤解や勘違いを生む低周波や地盤の歪みなどの現象も分かりませんでした。ただ古くから噂があり、テレビ局も複数回来ているので、それを確かに見た人がいるということになります。ただ危害を加える霊障などはかなり調査しましたが聞かれないので、悪い影響を与えることはないでしょう。ですから自治体が徹底的に守っている素晴らしい自然を観察し、霊に対する過剰な同情や悪意のある好奇心を見せなければ、十分に心を癒して楽しませてくれる環境だと思いました。このように心霊現象の噂を追求することにより、誤解を与えるような事象が分かったり、どうしても追求できない、もしかしたら本当かもしれない女性の霊についても、こちらから悪意を持ったりしなければ霊障を受けることがないということをお伝えすることができました。このようにこれからも皆様が安心してフィールドを楽しむことができるように、釣り場の心霊の噂を追求していきたいと思いますので、ご視聴よろしくお願いします。